だってこうかかととケツ近づければ基本的にフックガードっていうのはこうかかととケツを遠ざけて跳ねる作業をするガードなので、それをさせたくなければこうかかととケツを近づけさせる。でここから外します。で釣り針の返しと一緒だから確実に返しを外してから外す。でどっちに引いたらどっちに動くと返しは外れるのしたらこっちだと。あピッ外れたね。これで問題があります。だからこれ見えてる見えてる。でそのさ あとちょっとだ握って切る押し付けてほい。これ外れたでしょ。さこれを外れたと表現します。これは追ってこれません。でそのちょっと跳ねれれば跳ねて、これはダメなんだ。今何をしたかって言ったら、この外す作業をしない、してないで回そうとする。引っ掛けて外していい、外れないんだね。だから引っ掛けてきていい。うん、これは追ってこれない。うん、うん、ただそんだけなんだけど、ここで押し込んで腰からよ。あ、こうじゃないってことな。これはほら膝を伸ばしただけだったら俺のもものハム、まあ引っかがみは引っかがめ引っかかったままで、だって膝動いてないもん。だからこうしてほしいんですよ。腰を動かしてほしい。どうやってこうやってそうなるには右手目いっぱい重くして腰の重さを右手とまあ左肘にも伝えて、はっ、こう動いてほしいんですよ。したら引っかけていいと。うん、外れるか。多分それができてないんだと思う。多くの人が多分なんかこれで外れると思って、絶対外れない。うん、フックはそのふくらはぎ部分と膝裏部分に引っかかってるから、これはふくらはぎ部分はちょっと外れたかもしれんけど、膝裏部分は相変わらず引っかかってるんで、これで回すとやっぱり跳ねられるんだね。はっ。ずっと思う人。ちょっとありがとう。やってみて。これは。